恐れていた事態が起きてしまいましたね。私はツイッターでこのガチャが発表された時、てっきり7月の月間ガチャかなって思って、アリスがダイスさんのお誕生日があるから月末まで回すのやめようって思ってたんですけど、全然イベントのオルタナティブストリートの特攻だった。まあ泣いてても仕方ないんで、今何連できるんでしょうね、これ。100連、110連ちょっとか。110か120かって感じですね。これを大さんの誕生日に使いたかったのに。ああ、仕方ない。でも1週間しかないし、あと、ジェムがね、安く買えるのも今日までなんで、であと、まあ、パスも買うことになったら、まあ、早めに買っといた方がいいんで。とりあえずは今、手持ちでこの、競馬新聞持ったダイス。これむしろダイスが馬なのではっていうぐらいの、見事なランニングフォームですけど、これあれですかね、有沢ダイス君馬娘説出てきましたね。とりあえず10連、もぎたてほやほやの10連です。なんかあんま読み込まなかったね。摩天楼、いや半分 SR だけど摩天楼。ということで、合ってるよね。合ってますよね。これ回してますよね。不安になってきた。不安になってきちゃったから。ああ、もう、後先考えちゃダメだ。うしょっぺー。いや、地引きしたいです。させてください。いや全然読み込まないんだよな。でも、あ、もう、でもこれポッセじゃない可能性ありますよ。黄色くないですよ。フリングポッセさんのロゴ出てないですよ。大丈夫そうですか？絶対違うディビジョンでしょ。ほらー。あ、ジローちゃん。ジローちゃんは全然許します。まだ二郎君はね、誰でも SSR は嬉しいんですけどね。ああ。いや、もうこういうことだからな。こういうとこだからな。こういう。あ、ポステだけ。あ、ポ、あ、でもポステ。あ、待って、これはやばいやばい。つまらないおとぎ話の人間ですよ。おお。ケンタロウゲット。もう一枚が誰かっていう。心躍るおお、この物語を紡いでいくとしましょう。夢の、これ夢のガードですね。ああ、ダイスを手に入れるには小生を通してくださいっていう。はい。まあ、これ出てくれたおかげで、まあ、その、なんでしょうね。その天井で、ダイスしか手に入らないルートを避けられたので、全然あれなんですけど。ああ、地引き。微妙。しょっぱいとも言えない。プチュンしないかな。プチュンしないね。ああ、もうしないね。こんなことしてる場合なんですか？大輔の誕生日まであと2週間くらいしかないのに。うわー、しょっぱい。SR 3枚。プチュらないしね。プチュらないですね。ああ、10連最後かな。ははは。やつら。あ、お、でもこれ、もうポステじゃない可能性あります。もう金色が光んないとさ、安心できないですよ。お、え？僕のライムあ！で勝機してあげる。逆に 逆にダイス以外を 草。はい、草生やしてても仕方ないんで、ちょっとパス買うか。 はい、とりあえずパスを買って、まあ10連 再び最後の10連です。はい、ここでね出てきたらすごく熱いですよ、大輔くん。
全然読み込まねえんだもんな。しょっぱ、最低保証、課金からの最低保証辛すぎる。そういうことする。あ、ダメっすね。ダメっすね、これ。もうとりあえず1万。ダメなの。こういう大人になっちゃダメだよ。はい、ということでね、なぜか1万増えましたね。辛すぎ。とりあえずこれで10連できるとこまでやって、あとはチケットで天井つくって感じですかね。優勝で全然さ、最低保証になるのとかがすごい解せないんだけど。無理ですか？リスクは大好き。ああ、これ。あ、待って、やばい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 。ここでアリスカ大豆さん、地引きしたら、すごく、最高の展開なんですけもう一勝負で行こうじゃねえか。翻して、もうほんと、待って、全員地引きできたんですけど、よかった、出走してる、大津くん出走してる、このかわいい三つ葉がね、三つ葉が、こう三つ葉をなびかせて、よかった、マジでよかった、そう、もう一枚あるんだ。なるほど。1万円に釣られてアリスパワダイスさんが来たということなんですね。よかったです。これで、残りをね、ダイスくんの誕生日にあれできるということ。90連。微妙ですね。過半数は超えてるけど、まあ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 、許容範囲でしょう。はい。でも、パスとか 考えたら、まあ、1、え、なんに ?1 万3600円か。まあ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 。大津くんへのね、おひねりだと思えばね、はい。すごい、ウェイティングルームとかいう機能ができてる。アンスタの控え室みたいなこと？進化させていきますね。まずラムダさんからいきましょうか。さあ、ラムダさん。かわいいですね、進化前からね。なんか書いてるね。かわいい。その首にかけてるやつは何ですか？首にかけてるやつ、メジャーか、メジャーか。大丈夫か。はい、ということで、お次、夢の源太郎さん。なんか、たものうげな顔してません？てか、進化前が幼女なんだよな。頭痛いんですか、小生。ちょっと、これに関しては進化前の方が可愛いかな。でもなんか、何飲んでるの？ちょっと後で見るね。そして大豆。待って。全然足りないやつだわ、これ。はい、頑張って。イージー、難易度イージーのハート属性の曲で、まだミッションコンプリートしてなかったやつを、楽曲ミッションね、わちゃわちゃして、進化できるようにしてきました。かわいいですね。髪の毛。髪の毛。いいですね。洗ってない犬の匂いがしそうですね。コメント見るか。あら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 。これは美少女ですね。飲み物なくなっちゃってるじゃん。コーヒー飲むんですね。で、ラムピ、ラムピ。あら、ラムピもカフェに？なんか背景さ、大輔くんと似てないですか？あれ？気のせい？ほぼほぼ一緒では？ほぼほぼ一緒ですよね。同じ場所にいる、もしかして。これ、ラムダさんと出会っちゃうんじゃないですか？ これ絶対、コメント見えてないけどさ、絶対負けてますよね、これ。負けちゃったね、負けて、夕方になっちゃったね。ラムダさんは事務所に戻ってるし。
いや、もう夢の源太郎先生にお金を借りに行くエンドですよね。そういうことですよね。はい、完全に理解しました。ありがとうございます。はい、ということで まあ、許容範囲かな。もうマジで毎月課金してるよ、3月から。そろそろ落ち着いてほしいけど、落ち着く様子が多分8月ぐらいしかないですよね。9月になったらまた3.5周年のイベントやりますよね。まあ、とりあえず、その目先のダイス君のバースでもうまたちょっと早めに値引きできるように、はい、その時かな、次のガチャは。はい、ということで、負けちゃったダイス君でお別れしましょうか。最後まで見ていただいてありがとうございます。